皆さんこんにちは、土着園芸の鈴木です。はい、今日はね、何させてもらうかと言いますと、メダカの卵取りって言ったらね、ホテアオイとかね、結構イメージ強いかなと私は思うんですけど、そこでですね、ホテアオイと人工の産卵床と、まあ卵トリーナとか言われていますけど、こちらこの2つがですね、どっちの方が卵取れるかちょっと、ね、実験してみようかなと思いました。はい、まずはね、見に行きましょうか。それではですね、今農場に向かっているところなんですけど、木曜日ぐらいだったかな、ホテイアオイと人工の産卵床をですね、入れさせてもらった水槽があるんですよね。その後ですね、私土日がイベントだったんで、今今日月曜日なんですけど、木金土日月か3日4日経ってるわけですよ。日にちが経っちゃってるんで、今向かって初めて見るんですよね。だからどうなってるかわかんないですね。全然卵ついてない恐れもありますが、様子を見ていきたいと思います。それがここの水槽です。みんな元気にしてた？まずは卵トリーナーから行きますかね。人工の産卵床から行きましょう。卵あんまりついてないなでこっちがホテアオイですね。はい、どっちがついてるかちょっと見ていきましょう。あんまりついてないかな。こんな感じです。あります？あんまりついてないな。思ったより中の方はついてるかもしれないですけど、数はめんどくさいから読んでられないな。大体の量分量でどっちが勝ったか見ましょうかね。まあ、スズキとしてはですね、水生植物推しなんで、やっぱ人工物よりもやっぱ植物の方がいいんだねっていう風になってほしいんですよね。でもまあ実際のところは分かんないですよね。まあ、結構奥の方にはたくさんついてますね。まあ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 ついてますか。でも数日置いてた割にはね、あんまりついてない。まあ、食べられちゃったって可能性もありますけどね。食べられちゃった可能性としては、まあ、両者同じですから。ただ産みつけた後に見つけられにくいとかっていうポイントがあるのかもしれないですけど、それで言うとこっちの方が不利かな。どれぐらいだろうね、これ 2,30 は余裕でありそうな感じですけどね。はい、じゃあ次、ホテアオイの部はい、これは結構探すのが難しそうですね。おーおーおお、ホテアオイはね、おお、すごい、ホテアオイすごいな、やっぱり。こんなについてますよ。見てください、このなんか海ぶどう、海ぶどうこんななのか知らないですけど、この卵の付きよう、あーもうこれホテオイの勝ちだもう数える取るのがめんどくさいと思ってる鈴木、はい、まあもう見るからにホテオイの方がいっぱいついてますね。これ見たらわかりますよね。もうこのね、反対側もちょっと分かりにくいけど結構ついてるんですよ。下の方もついてるしね。まあこれまあ表面積が多いっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱこの卵を絡め取る能力がこっちの根っこの方があるみたいですね。はい、いやいやいや、まあなかなかやっぱすごいな。まあちょっとまた今時はね、こういろんな産卵床が出てきてますよね。トンネル型であったりとか、チュール生地のやつとかね、ちょっと撮ってみるけど、もうめんどくさいぐらいいっぱいついてますね。ほら、これとか、うん。もう撮ってらんないわ、これ。いっぱいついてます。もう、ホテアオイの勝ちホテアオイの勝ちです。はい。これちょっとミニのホテアオイの方なんですけどね。はい、もうちょっとそういうことにしといてください。ちょっと取るのがめんどくさいはい、ということで、今回はまあいろんなね諸条件があるんで、取れ具合とか変わってくるかもしれないんですけど、スズキの今回のやり方の実験ですね。この産卵床、このミニのホテアオイですね、
この2つであれば圧倒的なこう勝利でホテイアオイの方がたくさんついてましたということで、皆さんね、いろいろ卵取りねされてると思うんですけど、ホテイアオイもすごく魅力的な産卵床だなと思いました。ということで、今日は産卵床どっちが勝つかっていう動画を撮らせていただきました。それでは皆さん、さよなら。